この春は映画のような恋にフォーカス。シネマみたいに思って。ねえ、どうしてこんなにため息ばかり出ちゃうんだろう。ダメダメ、ダーリン。カメラが回っている間はご機嫌な天使でいて。エンドロールが夕焼けのように去って、音楽が最後の吐息を漏らした後も、続いていたら素敵じゃない?シネマの中で見ていた恋が。で、この後ね、ずーっとため息のつき方が書かれてるの。え、ため息?ため息なんてついたら恋人に嫌われちゃわない？そうだよね。でもいろんな映画からため息のシーンが切り取られてて、なんだかとっても素敵なんだ。はあ、ほんと忘れられない特集記事。あ、ちゆきさんため息だ。あ、うん、本当だ。今のはすっごく素敵だった。いやだ、天菜ちゃん。ねえ、天菜も。行くよー。はぁ、あ。ん?ねえ、どう?疲れてる人みたい。えぇ?お疲れ様です、天菜ちゃん。違うの?リンなの。行くよ。はあ。恋人に嫌われても知らないぞ。なんで。もう天菜、今日は千雪さんに大好きって思われればいいの。はあ。かわいい。え、何?ううん。あのね、今日はありがとう。私のために残念会してくれて、とっても嬉しい。私、悔しいって言い過ぎちゃったな。悔しい。負けたの悔しいよ。千雪さん、違うな。これはありがとう会だから、今日はご機嫌な天使じゃなきゃダメなの。そっか、ごめんなさい、つい。えへへ。ううん、天菜が千雪さんをご機嫌にしなきゃって意味。こっちだよ、千雪さん。ねえ、天菜は。あ、私はこれ決めた。何?ブルーベリータルト?これでいいの?もっとすっごいのいっぱいあるよ。確かにすっごくシンプル。でもなんだか惹かれちゃうな。うん、これに決定。はーい。じゃあ天菜はシトラスとベリーのふんわりパンケーキ。すみません。ああ、そうだ、ブルーベリーが酸っぱいって。え?あのね、ブルーベリーが酸っぱいって言いながら失恋のため息をつく映画があったの。さっきのシネマみたいに思っての記事、それが頭に残ってたのかも。ああ、それで食べたくなっちゃったんだね。失恋か。うん、酸っぱいんだって、失恋。主人公が美味しくないよって
泣きながらブルーベリータルトを食べるの。でも残さず平らげちゃう。お腹減ってたのかな。そうね、悲しいけど食べちゃわないと終わらないのかも。悲しいことも丸ごと。食べちゃわないと終わらない。ああ。音楽も終わらない。私たちは続いていく。でも素敵だね、シネマじゃなくても。思われたりって。はい、お待たせ。行こう、天花ちゃん。うん。ごめんね、一回うち寄ってもらって。あんなに資料渡されるなんて思ってなくて。天下、ここ大好き。だから来れたの嬉しい。なんかお部屋も千雪さんみたい。そう？家具とか小物とか、なんか千雪さんとお話ししてるみたい。ちょっと恥ずかしくなっちゃう。そうなの？うん。その一人暮らしってどんな感じ？そうね、このお部屋に初めて来た時は真っさらな場所に絵を描くみたいで、とっても楽しかったな。割と急に引っ越してきたから荷物も少なめだったんだけどね。真っさらな場所、寂しくなかった？どうだっけ。毎日とにかく必死で、しばらくはカランとしてたけど、あんまり寂しいって思わなかったかも。その後髪飾りとかいろんなものが増えて。あ、ありがとう、大事にしまってあるの。天下たちもお部屋に絵描けた？うん、だから今はとってもにぎやか。小物たちの声が聞こえたらきっとうるさいくらい。あ、それなら一人暮らし楽しそう。そうね、悪くないって思うわ。ああ、でも。時々テレビの音が寂しかったり、安
彩を刻んでる音が寂しかったり。声や音がするからって寂しくないわけじゃないかな。そっか。そうなったらどうするの？我慢。そう。一人暮らし大変。ううん。一人で考えなきゃいけない時もあるし、寂しいのを我慢しなきゃいけない時もあるし、それは誰かと暮らしててもきっと一緒。いつか天下ちゃんも一人暮らししたりするかもね。天下は。わかんないけど、大人になったら。うん。さあ、じゃあ行こっか。アマナちゃん、ラテのこと待ちきれないかも。なーちゃんはベリーカスタードラテにトッピングピスタチオ。きっとお店行列だから、マフラーをしっかり巻いておきましょう。はい。ごめんなさい。ダンボールつまずいちゃった。これ大事なのだった？ああ、ううん、実家に送る荷物なの。全然大丈夫よ。私こそこんなとこにごめんなさい。大きい箱。アプリコット送っちゃおうって。え？卒業。ちゆきさん、私も大人にならなくちゃね。悔しいな。ちょっとだけ肩貸してね。あっ。
声を出して元気に行こう。そうしていれば結構なんとかなるって分かりました。発声いきます。元気にならなきゃいけない時や、元気じゃなくて元気になんてなりたくない時などは、おはようございます。おはようございます。今日は逆に小さい声縛りです。はい、わかりました。小さい声でお話しします。逆に、反対ごっこだと大きい声です。お、本当だ。はい、これは大声です。ということはうるさいです。とてもうるさいです。では静かにしましょう。わあ、わあ、わあ。プロデューサーさん、凱旋一番に21世紀国際映画祭実行委員会さんからお電話です。
ちっちゃな声でおっきな声を出したり、おっきな声でちっちゃな声を出したり、辛いことも悲しいことも、全部ひっくり返して体当たりしているうちに。何かいいことが一つでもやってくるといいなって。思ってます。